皆さんこんにちは、玉勝魔装の森下でございます。いつもお世話になっております。ありがとうございます。ちゃちゃーん、7月26日生まれの金の女の子、お名前決まりました。拍手ありがとうございます。お名前はレンカ姫ってなりました。夏の生まれだから、ハスの花のお姫様、レンカ姫というお名前になりました。ありがとうございます。今月の末にね、新しいオーナー様のところに、巣立ちが、できる予定になっております。もう獣医さんの診断は受けてね、バッチリ健康有料児でございましたので、オーナーさんご安心ください。チンっていうのは、ご存知の方が多いと思いますけれども、原産地は日本、我が国でございます。日本犬の日本犬だからということだと思うんですけども、当然、この子にも血統書、純血種、チンだよという純血種の保証といいますか、証拠に、JKC の血統書が出るわけですけども、トイプードル、チワワ、ダックスフンド、その他諸外国原産の国の子犬ちゃん、ワンちゃんは全部アルファベットとカタカナでお名前が書かれてますけども、日本原産のワンちゃんに関しては漢字やひらがな表記が許されております。で、この子はレンカ姫、夏の季節のいい時に咲く、レン、ハスですね。ハスの花のお姫様という漢字で、レンカ姫と血統書に記載されて、オーナー様のお手元に届きます。本当の意味での日本犬の愛玩犬っていうのは、チンしかいないんですけれども、日本犬チンだけに、与えられた愛玩犬としてのね、日本犬に与えられた漢字の名前、血統書に記されますので、これも楽しみの一つだと思います。レンカちゃんでーす。イエ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 イイエイエイ。大きさこれぐらいの感じですね。すくすくと、元気に育っております。こんな感じです。こんな感じです。です。オーナーさんよろしくお願いします。じゃあ一回お部屋戻ってまたおっぱい飲もうか。ね。じゃあちょっと失礼いたします。はい。改めまして森下でございます。今、レンカ姫はおっぱい吸いに行きました。もちろんね、もう離乳はしておりますので、ほとんど、栄養の8割以上は、離乳食から取ってるんですけどね、まだお母さんと一緒にいるのでね、おっぱい恋しいっていうんでね、しゃぶりついております。で、今日の私のお話なんですけど、腕組みしちゃいました。昨日ね、小泉進次郎が、進次郎さんが、次期首相にね、一番近いところにいるって言って、っていうようなことを少し言いましたけどもね、奥さんがとりあえずね、滝川クリステルさん、犬猫界のね、保護団体の大物でございますからね、ブリーダーに対して、今後ね、環境大臣じゃなくて総理大臣からとしてね、どういうふうな指示が出てくるかっていうのがね、気にはなるところですけど、もしね、誰になってもいいんですけどもね、ブリーダーにとっても、
オーナー様にとってもね、そして何よりもワンちゃんたちにとってね、良い政策、良い法律をね、作っていただきたいと思います。まあ確かにね、ひどいね、虐待のような飼育方法やね、繁殖方法というのはよくありません。しかしね、あまりにも締め付けすぎてね、まあそれこそグレートデンっていうとかね、マッシュフっていうような80キロ100キロになる体重の犬からね、1キロ2キロで収まっちゃうようなチワワとかね、ヨークシャーテリアみたいな、だいたいそれこそ100倍のね、体重差があるようなものがみんなね、犬という範疇にくくられてます。これをね、同一の法律でね、くくってしまうのもね、いかがなものかと。まあ小型犬と大型犬はね、もう本当にね、違う動物ぐらいの違いがありますからね、こういうようなところもよく加味した上でね、法律作っていただかないとね。まあもちろん我々ブリーダーっていうのはその犬種のね、プロでございますので、その犬種に一番見合った繁殖方法ですとかね、飼育方法をとって、いくということなんですけど、例えばうちのチンにね、例えば3時間以上走るね運動をしなさいって言われたってね、もうみんなそんな骨は持ってませんのでね、みんな犬がダメになっちゃいます。またね、猟犬種なら猟犬種でね、1日やっぱ1時間や2時間は最低ね、本当に広いところで自由運動バーッとしたりね、自転車で引き運動をしたりというようなね、そういう激しい運動をして、まあすっきりするような犬種もいますしね、それを同じ法律で同じ枠内でね、例えばくくってしまうとね、かなり犬に対してねストレスがあったりしますのでね、その辺のところどういうふうにね、これから細部をね、詰めていく上で、まあ法律を決めていただくかというのは非常に大事でございます。何でもワンちゃん第一、ワンちゃん第一って、それこそ昔の綱吉の時代のね、まあそれこそ私は珍になりたいとかね、犬猫、人間で生まれるより犬猫で生まれた方が良かったっていう風では困りますのでね、あくまでも人間が主体ということで言ってほしいと思います。まあ特にね、進次郎さんの場合は、まあ奥さんに惹かれてるとね、尻に敷かれてるということをよく伺いますのでね、まあ、滝川クリステルさん、このような我々のような弱小のね、YouTube はご覧になられてないと思いますけれどもね、一歩下がってね、保護活動を、私は立派な社会福祉だと思いますけれども、一番ね本当にワンちゃんに、あったことをね、考えていただきたい。それから東京だけじゃなくてね、田舎まで日本というのはいろいろな地域や風土がございますからね、そういうことも研究してね、むしろ東京で法律を決めるよりもね、条例という形で地方のね、地方で任せた方がいいんじゃないかなと。そうすればね、どっかの県ではワンちゃんをね、こうワンちゃんに幸せな県とかね、そういうのを作ったりする知事さんも出てくるかもしれませんよということなんですけども、そこで出てくるのがね、保護犬という問題です。まあワンちゃんをね、新しく手に入れる場合は、まあ子犬で、手に入れるか、子犬以外、まあいや中コロと言われるね、まあ大体9ヶ月以上の、まあ青年ね、青年の子からまあシニアに至るまでね、まあの大きつくその
2つにね分かれると思います。まあ子犬においては私たちのブリーダーから直接飼われるとかね、ペットショップからお求めになるとかね、そういったやり方がありますけども、それ以外のね、9ヶ月1歳以上の子供に関してはね、まあ保護団体から引き受けるとかね、まあ保健所からとかね、またどっかからもらってくるとか、まあいろいろなやり方があるんですけどもね、まあ特にまあ今この時代においてもね、売れ残りっていういわゆる言葉ありますよね。まあペットショップで言えば長く仕入れてから、まあ9ヶ月以上になるまで売れてない子、まあブリーダーでもそうなんでしょうけども、そういう子を売れ残りって言いますけどもね、まだSNS 級のねツイッターとかね、それからその他の SNS でも、この子は売れなかったら保健所で、ドリームボックスでね明日星になっちゃうんですよとかね、この子たちは星になるんですかっていうようなバカなね質問が出てますけど、なわけねえだろうと。結構ね仕入れるの高いんですよ、ペットショップでもね、ブリーダーでもね、子犬1匹産むのにねお金の換算しちゃいけませんけどね、ただじゃないんですよ、結構なね帳簿を弾いたらねお金になるんですよ。それをねパッパがパッパがドリームボックスでね、そんな昔の犬のようにね、勝手にね生まれて勝手にね育ってるようなそんなワンちゃんいませんのでね、今はもうどっちにしても最後タダになるまででもしてね、まあ、ペットショップならお客様の手に行くっていうのが現状じゃないでしょうか。そしてまあ売れなかったらね繁殖犬にするとかそういうこともあるんでしょうけど、まあ私ペットショップさんじゃないのでよく分かりませんけど、少なくともドリームボックスにね入れられるっていう、子犬がドリームボックスに入れられるっていうのは大きな間違いですのでね、それはありえないということをここに強くね皆様に言っておきたいと思います。そんなことはありえません。それからね、保護犬、保護犬と言いますけどもね、私その保護犬という言葉が大嫌いでございまして、なんで保護犬なのかと、まあ9ヶ月以上ぐらいでね、誰かが飼えなくなってそれを譲り受けてきた、ね、これを保護犬と定義するってなことなんでしょうけども、なぜ保護なんでしょうか。ねえ、自分とこの子供がねにハッシュタグつけてね、実子とかね養子とか書く人いますか、ね、そんな人はいないでしょ。まあもちろんね、諸外国ヨーロッパのようにねその養子縁組が全然ね全く普通の日常のことになってる、開けたね、そういうことに対して開けた国であれば養子ってこの子は養子なのよっていうふうに言って、あ私は養子ですとね、お父さんお母さんにもらわれましたということなんですけどもね、この日本においてはまだそこまで来てない。それなのにねそんなわざわざね、養子とかね養女とかね書く人いませんでしょ。犬だって一緒ですよ、ね、自分の大事な家族をね保護犬ってどっかからねさももらってきたや私は偉いのよみたいなね、そういうのが垣間見えるようなねことを私はあんまり好きじゃない。まあいろんなご意見はあるのは分かります。私はそう思うということだけでね、まあそう思わない人もいるだろうし、保護犬は保護犬だ、あんたのね、森下君のハッシュタグにねチンって書かれてるのと一緒だ、うちの犬は保護犬だから保護犬って書いてるっていうのもそれはそれでいいと思いますけどね、例えばマイナーな問題 LGBTQ 人間のね問題でもねそうですけどもね、私はレズだとかね、ゲイだとかね、まあそれを
あの表に出して、それに対して、何か意見を求めたい人はね、ハッシュタグつけてね、LGBTQ とかね、何々の病気とかいうのがあるでしょうけどね、そうじゃない人はね、普通書かないでしょう。そういうことはね、自分がね、ゲイであってもね、そのゲイに対してのねことをね、何か訴えたいなら書くでしょうけどもね、そうじゃない人はね、わざわざハッシュタグつけて自分のことをゲイなんてね、書かないです。それはね、書くのが偉い、書かないのが偉くないとかそういう問題じゃなくて、書く必要がないからですよね。保護犬っていうのも私はね、書く必要のないことだと思うんですよ。でこれからね、昨日も申し上げました、昨日おとついかな申し上げました通りね、小泉さんが作った法律においてね、これからブリーダーからね、十数万頭の犬がね、一般にね炙り出されてまいります。そのね、ワンちゃんたち、それからね、その他の保護犬もこれからますますね、動物愛護の精神によってね、いい意味で世の中に出回ってきます。これをね、さも保護、いわゆる保護犬を飼うのが偉いんだってことで、ハッシュ犬、保護犬、ハッシュ犬、ブリーダー卒業犬とね、書くのはね、私はいかがなものでしょうかと思います。もしね、私どもでもね、私いつも言ってますように、お客さんが飼えない犬はね、どっかの団体に出さずにね、私のところに返してくださいって言ってます。現にね、私のところにね、今お預かりしているね、ワンちゃんもね、おりますけどもね、決して保護犬でもなきゃね、何でもありません。そういうようなことはね、ちょっと違うんじゃないかなと私は思います。いろいろそれぞれ考え方があるんでしょうけどね、もっといい名前ないのかねと思いますね。赤ちゃんの時から飼った犬以外は全部保護犬、卒業犬っていうのはおかしな話だと思います。どうでしょうか。そんなところでね、またこういう話はね、思い思いにね、答えが合ってないような話ですけどね、私は保護犬という言葉が大嫌いだっていうことと、将来ね、うちから政権をね、皆様に、お譲りすることがあってもね、保護犬とは書かないでほしいなって思うことをお伝えしてね、今日のお話にしたいと思います。ありがとうございます。